こんにちは。今回紹介する美少女はさやしりほさんです。この動画ではさやしりほさんの水着画像、制服画像、生足画像なんかのエッチな写真を紹介しています。まだ応仁の娘に所属をしている頃の水着姿だと思います。スクール水着姿に競泳水着姿に制服姿にビキニ姿、タンクポット姿にワンピース姿といろんな画像を見せつけてくれています。素朴にキュートなスマイルがいっぱい出てくるので、ぜひ最後までご覧になってください。モーニング娘。の活動後はベビーメタルのサポートダンサーとして活動をしているさやしりほさんのスクミズやら競泳水着なんかも、水着画像や制服姿のキュートな絵な写真をスリーサイズやカックサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思ったさやしりほさんの写真があったら、高評価ボタンやこの写真がいいなどの熱い思いをコメントに出してみてください。さやしりほさん、かつてアイドルグループモーニング娘。やハロープロジェクトのメンバーとして活動していました。広島県東広島市出身で、身長は158センチ。アットフラントプロモーションを退社した後、一時的に芸能活動休業しましたが、2020年9月からジャパンミュージックエンターテインメントに所属することになりました。2019年3月にはハロープロジェクト20周年アニバーサリー、ハロープロジェクトリノレス2019にテスト出演し、3年3ヶ月ぶりにステージに復帰。また2019年6月から2020年2月までベビーメタルの世界ツアー、メタルキアアリオワールドツアーに日替わりサポートダンサーの一員として参加しています。横浜アリーナで行われたライブやイギリスの音楽フェスクラストンベリネスバル2019、コートメッセ名古屋で行われたベビーメタルアライズビヨンドザムーンレジェンドエモなどにも出演しました。さらにさやしりほさんはソロ活動も行っていて、2020年5月にはインスタグラムのアカウント開設、同年9月にジャパンミュージックエンターテインメントに所属し芸能活動を再開することを発表しました。10月には個人のオフィシャルサイトを開設し、2021年8月には自主レーベルセーバーを設立し、ソロ初のミニアルバム「デイブレイク」をリリースしました。そして東京豊洲ピットで初のナイトを開催。2022年1月にイホサヤシファーストライブツアー2022ヒリフレクションという初のツアーも行われました。さらに2022年11月にはサード EP ユニオをリリースし、海外でも活躍する作家たちを迎えて本格的なダンスミュージックにとこかした作品となっています。そして2022年11月からは東京 Z 羽田を皮切りにリホサヤシセカンドライブツアー2022シユニオという全国ツアーが開催されました。ではさやしりほさんの変な写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。